はい、今日は自宅でできる高強度ワークアウトの第2弾ということで、上半身を鍛えていきます。まあ、壁がなければ家じゃないということで、今日も壁をしっかり使って、トレーニングしていきます。まず最初はウォームアップも兼ねて、ウォールウォークからやっていきます。プッシュアップの体勢から壁に足をつけて、そのまま壁を歩いて、逆立ち、そしてまた元の体勢まで戻っていきます。これを5から8回で、2セット行っていきましょう。次はハンドスタンドプッシュアップ。これはまあ何か段差になるものを使ってやるとさらに効果的です。まあ、もちろんない場合は何もなしで大丈夫です。10回前後で 3,4 セットをやっていきます。で、加減が難しくて勢いよく足をぶつけて壁を壊してしまいそうな人は、さっきのウォールウォークの要領でこっち側からやってみましょう。
足をついて、プッシュアップしていきます。足が落ちないようにしっかり支えてないといけないんで、かなり、きついワークアウトです。これも10から15、まあ、体重が軽い人は20までいっても大丈夫です。それで、3、4セットを行っていきましょう。次はボールタッチをやっていきます。足を開いて壁について、壁をタッチしていきます。壁に届かない人は行けるとこまでで大丈夫なんで、やってみてください。15から20回で2、3セット行っていきましょう。ラストは反対向きになって足を壁につけていきます。お尻はゆっくり下ろして。
上半身しっかり鍛えることができたと思います。ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。プロテイン買うならネイチャーカン。